それでは、ただいまよりね、干し柿作り、最初はですね、皮の剥き方についてやってみます。まずヘタをね、こうきれいに取っておきます。そして、包丁とこの皮引きを使ってこれを剥きます。最初はこのヘタの周りをですね、丸く包丁を使って左手をこう回しながらね、ギュッと回しながらヘタの周りの皮を剥きます。そうしましたら今度はですね、皮引きを使ってこれをこうこのような手の動きですね、一度で、この先端を向けるようにこのように剥きます。これでやりますとね、表面が滑らかで非常に良い干し柿ができます。でまたもう一度やってみますね。まず左手を回して、柿を回して、あれのヘタを丸く切りますね。そうしましたら今度は皮引きを使って手をこうこのような動きで、この先端までね、一度で剥きます。この先端までこうグッとグッとグッとね、非常にこうしますと表面がね、きれいに剥けます。以上です。次に紐につけるわけですけどもね、このような紐を用意、どういう紐でもいいんですけども、私はこれがありましたのでこれを使います。まず丸くこう縛る穴を作りますね。このように20センチおきぐらいに丸くしてやります。こちらもね、そして反対側もあと2つぐらいね、こうやります。このように丸く作っていきます。そうしまして、これをですね、ここに入れてずっと縛れば、引っ張ればね、こういうかかるわけです。これもこう入れてこのように収めます。これもこのように入れて結びます。こうしますと早くてね、手っ取り早くきれいにできます。このようにね、でこれもここ入れまして、でこのように取っておきますね。そしてここからここに入れ縛っていくわけですね。これ簡単に、これやると作ってきますと簡単にこうできます。でこのように、できましたね。これをこちら、紐に縛り付けた柿をですね、熱湯で消毒します。ちょっとこれね、荷がゆざってきてますのでね、ここに柿を入れて、縛ったままの柿を入れます。うん、ね、このように入れます。そして、そうですね、最初置いてからこれをこちら置きます。このように熱湯消毒をしますね。はい、これを消毒します。
はい、このようにですね、風通しの良い、日当たりの良いところにですね、干しておきますと、あと数週間後にはですね、甘い干し柿ができるわけでございます。どうもご清聴ありがとうございました。